必勝法パチンコでポケモンをゲットする方法とは？驚きの結果に迫る。こんにちは。パチンコ必勝法の専門家です。皆さんは、パチンコとポケモン、どちらがお好きですか？今回は、パチンコでポケモンをゲットする方法についてご紹介します。一体、どのような必勝法が存在するのか、興味津々ですよね。まず、パチンコでポケモンをゲットするためには、どのような戦略が必要なのでしょうか。実は、ポケモンをゲットするためには、パチンコの基本的なルールや仕組みを理解することが重要です。まずは、パチンコの遊び方を簡単にご説明しましょう。パチンコは、玉を打ち出して、特定の場所に入れることで、景品を獲得するゲームです。ポケモンをゲットするためには、まずはじめに、自分の玉をどのように打ち出すかを、考える必要があります。玉をうまく打ち出すことで、ポケモンをゲットする確率が高まります。次に、ポケモンをゲットするための具体的な必勝法をご紹介します。まずは、台選びが重要です。パチンコ店には、様々な台がありますが、ポケモンをゲットするためには、高設定の台を選ぶことがポイントです。高設定の台は、ポケモンをゲットする確率が高くなっています。また、玉の打ち方も重要です。ポケモンをゲットするためには、玉を一度にたくさん打ち出すことが有効です。玉を一度にたくさん打ち出すことで、ポケモンをゲットする確率が高まります。ただし、玉を無駄に打ち出すことは避けましょう。効率的に玉を打ち出すことがポイントです。さらに、ポケモンをゲットするためには、自分のプレイスタイルに合った台を選ぶことも重要です。自分が得意とするプレイスタイルに合った台を選ぶことで、ポケモンをゲットする確率が高まります。自分のプレイスタイルを見極め、適切な台を選びましょう。以上が、パチンコでポケモンをゲットするための必勝法です。ポケモンをゲットするためには、パチンコの基本的なルールや仕組みを理解し、適切な台を選ぶことが重要です。ぜひ、この必勝法を参考にして、パチンコでポケモンをゲットしてみてください。驚きの結果が待っているかもしれませんよ。動画をご覧いただき、ありがとうございます。この動画が気に入っていただけましたら、ぜひ、あなたのコメントもお待ちしています。チャンネル登録もお願いします。